はいさんこんにちはカメラ部 TV のダイです。今日はコメントにお答えしたいなと思います。早速そのコメントなんですが、パンフォーカスで撮るときにフルフレームは絞る必要があるため暗くしか撮れないけども、マイクロフォーサーズだと絞らなくていいので低いイソ感度でフルフレームより明るく撮れる。そういう意見に対して、 フルフレームで絞ったり、トリミングしたりすれば、マイクロフォーサーズと同じ被写界深度で同じ画質の写真が撮れると思っていたという内容なんですね。これはですね、考え出すと意外とややこしいんですよね。パラメーターの前提が違うと全く逆にもなってしまいます。 このチャンネルでもボケの話はちょくちょくしているんですけどもピントのあった部分の説明がまだまだ不十分だったので詳しくしてみたいと思いますというわけで理論的にめちゃめちゃわかりやすく説明できるように考えたつもりなのでぜひ最後まで見ていただければと思いますそれではまずこのチャンネルではちょくちょく出てくる基本式の2つをおさらいしましょうまた計算かと思わないでくださいね とにかくこの二つの式っていうのは便利な式なんですね。ぜひ覚えてください。まず一つ目が、レンズから被写体までの距離 A 分の1足す、レンズから撮像面までの距離 B 分の1、イコール焦点距離 F 分の1というやつです。記号だけで言うと、A 分の1足す B 分の1イコール F 分の1ですね。そして二つ目のよく出てくる式が、 焦点距離 F 割る後 D イコール F 値ですね。とにかくこの2つの式便利な式で何か困ったことがあればこれの応用で対外のことができてしまいます。この2つの式をビジュアルで覚えれるように絵を描いてみます。まず1つ目の A 分の1たす B 分の1イコール F 分の1です。必ずピントがあった時に成り立つ式というのを忘れないでください。 ですからこのように被写体が離れていくとレンズも動かして撮像面では必ずジャスピンである時の条件式になります。昔のマニュアルレンズを使い慣れている人は被写体が離れるとレンズを繰り込んで被写体が近づくとレンズを繰り出すというのは肌で覚えていると思います。これは被写体からレンズに入る光の角度シーターが被写体が離れると小さくなります。 逆に被写体が近づくとシーターは大きくなります。必然的に大きく開いた角度シーターを集光させるためには、レンズと集光点の距離は伸びますね。ですから被写体が近づいた時にはレンズを繰り出さないといけないわけです。さて、二つ目の式。d 分の f イコール f です。 焦点距離 F というのは、被写体が無限の時のレンズから撮像面までの距離を言います。これは決まりですので、どんなレンズでもその長さを焦点距離と言うことになっています。では、この図を見てください。焦点距離 F が同じなら、レンズの大きさに関係なく、被写体が無限なら、レンズの位置は撮像面から必ず同じ位置にいます。 また、撮影された被写体像も、レンズの大きさに関係なく同じ大きさに映っています。違うのは、被写体からレンズに入る高速の角度 θ ーーです。ですから、レンズが大きい方がたくさん光が入っていることがわかりますね。大きいレンズの方が F 値が明るいということになります。その絶対値を計算する式が D 分の F イコール F 値となるわけです。この図ですと、 F は3つとも一緒だけども D が上に行くほど大きくなりますね。ですから同じ焦点距離 F を D で割ると F 値になりますから上の方の大きなレンズでは F 値が小さい、つまり明るいレンズということです。ではおさらいはここまでにして本題に入っていきたいと思います。もう一度質問の内容を読んでみますね。まず一つ目が パンフォーカスで撮るときにフルフレームは絞る必要があるため暗くしか撮れないがマイクロフォーサーズだと絞らなくていいので低い ISO 感度でフルフレームより明るく撮れるというものです。でそれぞれの言葉の定義を決めましょう。パンフォーカスとはピントを調整することなく広い範囲、被写体の距離ですね。で、ピントが合っている状態です。 ここでは2メートルから無限までピントが合っている状態と仮定しましょう。次にピントが合っている状態とはどういうことかですが、許容錯乱円というのは聞いたことがあると思います。この許容錯乱円までボケてもピントが合っているように見えるボケ形を指します。図で書くとこんな感じで、このボケ形になる範囲がピントが合っていると仮定するわけですね。 つまり、パンフォーカスであれば、先ほどの定義から言うと、2メートルから無限の被写体像が許容乱円以内のボケになっているということになります。この許容乱円は業界ではデルタと言いますので、覚えておいてください。ちなみに、デルタは許容乱円の直径を指します。で、このデルタの大きさですが、銀塩フィルムの時は33ミクロンと決まっていました。 ただし、デジカメになって、パソコンで10倍以上に拡大干渉することが当たり前になってきてしまったので、33ミクロンでは大きすぎるんですね。ですから、フルフレームで20ミクロンくらい、APS-C で13ミクロンくらい、マイクロフォーサーズでは10ミクロンくらいと思ってもらえばよいかと思います。それでは、2メートルから無限でパンフォーカスのレンズの解説をしますが、 パンフォーカスでの撮影ですから、被写界深度の深い、つまりピントの合っている範囲が相対的に広くなる広角レンズが良いので、実焦点距離 35mm のレンズで考えることにしますね。実焦点距離 35mm とは、フルフレーム用レンズの焦点距離 35mm のレンズと考えてもらえばいいです。では、ここで前半に説明した式で解説をしていきます。 A 分の1プラス B 分の1イコール F 分の1でしたね。では、2メートルの時のレンズの撮像面の距離 B を求めましょう。先ほどの式を変換すると、B 分の1イコール F 分の1マイナス A 分の1イコールカッコ A マイナス F 割ることの AF になりますね。ですから B は、 AF 割ることのカッコ A-F カッ閉じるになります。A は2メートルイコール2000ミ、mm、リになります。F は35ミ、mm、リですから、計算すると B は35.62341ミ、mm、リになります。つまり、レンズを0.62341ミ、mm、リ繰り出すと2メートルの被写体にジャスピンになるわけですね。では、無限ではどうなるか A イコール無限にすると計算できなくなっちゃうので仮に 1000km とすると10億ミリになります。これを計算するとまあ当たり前なんですけども B イコール35ミリになります。ではこの間でパンフォーカスにしたければ 2m でのレンズ繰り出し量の半分だけ繰り出せばいいわけですね。つまり0.62341を でで割ってミリ、mm、繰り出した位置です。この時にパンフォーカスになってほしいわけですね。さて、ここで F 値によってボケの大きさが変わることはよくご存知だと思います。絞ればボケが小さくなって、開ければボケが大きくなります。ここで D 分の F イコール F 値の式が登場します。この図を見てもらうと、 レンズ全体の周行の様子が書かれています。そして周行付近の強拡大をしていくとこのようになります。そして先ほどの許容作乱円を当てはめてみるとこのようになりますね。つまりレンズ全体の図も周行付近の許容作乱円の図は完全に掃除形になるわけです。ということは D 分の F イコール F 値は デルタ分の L イコール F 値になるわけです。そして、この L が何かといえば、ボケが急乱円デルタ以内になるジャスピン1からのずれても良い量ということです。これを増面深度と言います。ですから、デルタが決まれば F 値に応じて増面深度 L は決まるわけですね。ここで気づいた方もいると思いますが、焦点距離は関係ありません。 焦点深度はどんなレンズでも F 値で決まってるんですね。ですから焦点深度 L イコール F 値かける許容錯乱円デルタになります。業界では焦点深度のことを 1F デルタと言います。この 1F デルタという言葉は頻繁に使います。焦点深度を何ミクロンなんて言ってるとややこしくて実用的でないので 1F デルタで全て話が通じるからなんですね。 でも、望遠だと震度が浅くて、広角は深いというのにおかしくないと思われたでしょうが、焦点距離が違えば、焦点震度に対する被写界震度が変わりますが、焦点震度は F 値が同じなら、望遠でも広角でも関係なく同じになります。それでは、各許容作乱円デルタに応じた F 値による焦点震度 L を計算して表にしてみました。 ここからパンフォーカスになる F 値を読み取ることができます。先ほどの計算でフルフレーム、焦点距離35ミ、mm、リのレンズで2メートルから無限の中間は0.311706ミ、mm、リ繰り出せばよかったですね。ということは、プラスマイナス0.311706ミ、mm、リの増面深度があればピントがあったように見えるということになります。 フルフレームですからデルタは20ミクロンと来きましたね。ですからこの表のこの行の中から0.311706ミ、mm、リに近いところは F16 になります。つまりフルフレームで焦点距離35ミ、mm、リのレンズで2メートルから無限の被写体に対してパンフォーカスにするには F16 まで絞れば良いことになります。同様にマイクロフォーサーズでも計算してみましょう。 この時フルフレームと同じ画角で撮影することを前提で考えないといけませんからレンズの実績点距離は17.5ミ、mm、リになりますね2メートルの被写体の時を計算すると B は17.65448ミ、mm、リです無限の被写体の時は B は17.5ミ、mm、リですねですから この中間にレンズを置くためには、無限から0.077238ミ、mm、リ繰り出すことになります。さて、マイクロフォーサーズでは、デルタが10ミクロンとしますから、この表で、この行で0.077238ミ、mm、リに近いところは F8 になります。つまり、マイクロフォーサーズで、実焦点距離17.5ミ、mm、リ、35ミ、mm、リ換算で35ミ、mm、リのレンズで、 2メートルから無限の被写体に対してパンフォーカスにするには F8 まで絞れば良いことになります。したがってフルフレームでは F16、マイクロフォーサーズでは F8 で2メートルから無限まで許容乱園以内のボケに抑えられるということです。 ご質問いただいたパンフォーカスで撮るときフルフレームは絞る必要があるため暗くしか撮れないがマイクロフォーサーズだと絞らなくていいので低い ISO 感度でフルフレームより明るく撮れるというのはちょっと語弊があるけども正しいとも言えますね。で、もっと正しく言うとパンフォーカスで撮るとき同じ ISO 感度ならフルフレームよりマイクロフォーサーズは2段絞りを開けることができる。 と言えます。それでは2つ目の質問です。フルフレームで絞ったりトリミングしたりすればマイクロフォーサーズと同じ被写界深度と同じ画質の写真が撮れるという内容ですね。この状況はフルフレームをトリミングしてマイクロフォーサーズと同じ画角にするということになります。つまりフルフレームもマイクロフォーサーズも同じ 実焦点距離で撮影して、フルフレームは4分の1にトリミングすると考えます。先ほどの計算とイメージを合わせるために、フルフレームもマイクロフォーサーズも実焦点距離17.5ミ、mm、リで撮影するとしましょう。ですから、フルフレームでは焦点距離17.5ミ、mm、リの画角、マイクロフォーサーズでは35ミ、mm、リ換算焦点距離35ミ、mm、リの画角で撮影ということになります。 まずフルフレームの計算をします。2メートルの被写体の時を計算すると B は17.65448ミ、mm、リ。無限の被写体の時は B イコール17.5ミ、mm、リ。ですからこの中間にレンズを置くためには無限の位置から0.077238ミ、mm、リ繰り出すことになります。ではマイクロフォーサーズの計算をします。 焦点距離が同じなので、計算結果は全く同じになるんですね。2メートルの被写体の時、計算すると B は17.65448。無限の被写体の時は B イコール17.5ミリ。ですから、中間にレンズを置くためには、無限の位置から0.077238ミリ繰り出すことになります。さて、ここでデルタですけども、 フルフレームで撮影した画像をトリミングするわけですから、20ミクロンで置くと大きすぎますよね。マイクロフォーサーズと同じ10ミクロンで考えるのが妥当になります。すると、フルフレームもマイクロフォーサーズも同じ計算結果で、この表の同じデルタの行で0.077238ミリに近いところというのは、どちらも F8 ということになります。 つまりフルフレームとマイクロフォーサーズで同じ実焦点距離で撮影してフルフレームの画像をマイクロフォーサーズと同じサイズまでトリミングするときは同じ F 値で同じ被写界振動を得るということになります。ですからご質問のフルフレームで絞ったりトリミングしたりすればマイクロフォーサーズと同じ被写界振動と同じ画質の写真が撮れる。 は、なんとなく正しいのですが、もっと正しく言えば、フルフレームをマイクロフォーサーズサイズにトリミングする前提なら、同じ実焦点距離、同じ F 値で撮影すれば、同じ改造の写真が撮れるということになります。いかがでしたか割と簡単な式でこれらを導き出せるので、ちょっと Excel なんかで、 計算式を作っておけば悩んだ時に理論的な結論が出せるかなと思いますということで今日はこれぐらいにしたいと思いますではバイバイ